おお、深夜久しぶりだな。元気だったか。はじめまして、ゆういちの妻のあきです。お姉さんと呼んで。はじめまして、深夜と言います。お願いします。ね、なんか想像と違う。朝からバタバタして悪いな。上がって。あ、お邪魔します。一緒に住む？え、いや、さっきから何言ってんの？ご飯準備してくれよ。うん、分かった、ちょっと待って。ちょっと片付けながら行くね。あ、すいません。任せてよ。あ、まあ、うん。ねえ、二人とも何か飲む？あ、じゃあ僕、水かなんかで。それもなんか適当でいいよ。はい。お姉さん、すごい美人だね。だろ。早く入っちゃってさ、大工さん。彼女でも作れよ。そういえば来週から受験なんだろう。どうなんだよ、勉強なの。あ、まあまあかな。まあまあ。大丈夫かよ。いや、うん、大丈夫。ね、雄一さん出張ばっかりでね、なかなかお会いできなかったけど、今日ほんと来てくれてね、よかったね。あ、ありがとうございます。こっちもなんかお邪魔する用事とかなかったから、急に来ちゃって逆に迷惑かな。うん、全然。受験までの1週間ね、2人とも応援するから頑張ってね。あ、ありがとうございます。ねえ、新薬お腹空いてる？あ、そうですね、はい。じゃあお姉ちゃん張り切って作るから食べてってね。あ、ありがとうございます。秋のうまいからしっかり食ってさ、勉強しないから。あ、まあ、お前も俺にいて昔から勉強だけはできたからな。あれ、そうだっけ。兄さんどっちかっつったら部活ばっかだったよな。あれ、そうだっけ。もうゆういちさんたら。いや、こいつもさ、お酒飲むとひどいんだよ。昨日もさ。ゆういちさん、ちょっとバレてるけど見えないだろ、お酒とかで回そうないとな。そうだね、結構これかな、飲むんだよな。ねえ、新薬くん。あ、はい。嫌いなものある？あ、いえ、何でも大丈夫です。本当？はい。今肉じゃが作ってるからもうちょっと待っててね。あ、はい。あ、そうだ。ねえ、しんやくん、はい、ちょっと手伝ってくれる？
はい、深夜お客さんなんだから。じゃあ雄一さんが手伝う？俺は会社あるから忙しいの。じゃあ手伝いますか？ありがとう。そっちにお玉あるから、はい、ちょっと取ってくれる？お玉こぼした。